ドッキリ。はい、信州東学市ゲームソファー赤坂店オープン。北海道上川地方、まあいわゆる日本の、全国1位生産地、生産量を誇る、北海道のこの上川地方、今日はそのそばを巡る旅2日目ということで、今朝8時でございます。皆さんおはよう。何回やるん。今はもう東京はもう桜満開でした。ところがこちらご覧ください、もう真冬です。もう雪、この雪のあの断面見てご覧ください皆さん。もうこれもはるかにもう3メートル近くがまだ雪があるということで、また今日もそばを学び、またどんなそばに出会えるかとっても楽しみでございます。ということで、さあ今日も一日元気で頑張りたいと思います。はい、そばさんと山田先生。いえいえ、山田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。お世話になります。それでは、はい、本校のそば道場の方にご案内したいと思います。はい、こちらになります。はい、はい、お願いします。はい、それではお着替えも済んでですね、うん、もう小林さんもバッチリ、はい、シーバツいただいた。シーバツいただいた。シーバツ、はい。なので僕もね、これどうですか。これ初めて、初めてですね、こういう体験は。では行きたいと思います。そば打ちの方はですね、台の前に並んでいただいて、私が目を見ながらお願いしますって大きな声で挨拶をして始めていただくことになってますので、はい、その掛け声を合図に始めていただければと思います。はい、喜んで。はい、それでは行きます。はい、はい、よーい、はじめ。お願いします。ニハチのそば。そうですね、ニハチになります。全国大会と同じで、そば粉800、小麦粉200g。全国大会、あの夏の甲子園みたいな、あるんですよ、そばの。そばの甲子園。そば甲子園あるんですよ。そば甲子園で、これからやろう。はい、3連覇。3連覇ね、はい、3連覇したんですか。これやっぱり、ね、プライドだよね。やっぱり日本一のさ、そうですね、そば産地がやっぱりトップ10のイメージと言われるもんね。なかなかちょっと、うん、そうですね、そこは生徒たちも心してやっているところだし、ね、取っちゃうところはさ、すごいさすがですね。これ信州のね、はい、学士にある吉田高校ですが、はい、いつ負けるって言っても言ってた。ああ、そうなんだ。愚かない、愚かない。ああ、妥当だよ。でもやっぱり吉田小林は結構センスが問われますね。問われますよね。はい、センスありがとうございます。誘導してませんか。なんか自分もなんかこれが美味しいそばになるのかなっていう不安はありますよ。ただね、変ってこり、変ってこりになっても、はい、自分で打つじゃん。打って、まあ、はい、めっちゃうまいから。そうなんですか。うん、まあ食う前にまたハードル上げちゃったけど。押して、ちょっと前回より上手くなってるぞ。すごい、これ1人前、もうちょっと、どう？もうちょっと。ただ見て、トマト全然違うな、ほんと力入りすぎだから。これぐらい。はい、これなんでそれ、こっちこう寄せないと、はい、こっち行こう。お、で、こっちを切る。切らなくていい。あ、大丈夫かな。大丈夫、はい、まあ、まあまあこれ揃った。ただプロがやったのともうまばらだよ。本当、はい、もう
で、トイもなんですか。どうぞ。ね。どうやこれじゃ。どうや。どうや。どうや。青い。青い。それそれ飛んだね。じゃあ。どうぞ。大体1人前ぐらいになったので、いただいて。はい。ほら見て。初打ち。見てください。でもいいじゃん。うどんが4本ぐらい。でもいいじゃん。まあ、でもこれ楽しい。うん、切れるこうやってこう、これがすごいですね。この微妙な微調整ですよね。うんうんうん、先ほど切った麺を茹でる作業に入ります。はい。よし。行きますか。じゃあ行きます。行ってきまーす。これ粉はもうこの前ですか。はい、ちょっと落としていただいて。スタート、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 スはい、梅煮を取ります。あ、冷たー、大かなり冷たー。まだまだだいぶ冷たいですね。めっちゃ冷たい。しっかり梅煮を取っていただいたらより美味しい喉が鳴りそばになって、やばやばゲーム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 マジゲームいや、めっちゃ冷たいよし。マジこれ罰ゲームだもん。おお、はいはいはい、完成いきましょう。よし、私の番ですね。はいはい、これが私の切ったそばなのか、うん、うどんなの。いや、いいんだよ、それでいいんだよ。から初めてにした。初めてですか。そうそう、これはもう急にうまくてもさ、はい、視聴者絶対それ編集しただろうと思うよ。真実伝えない。わかりました、じゃあ、はい、50秒いきますよ。50秒、はい、スタート。はい、よっしゃ、ゴー。ゴー。いいです、センスあるのはやっぱり。おお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 あー、ビリビリビリ。外さ、真っ白だからさ、水道管がもういい感じの。いただきましたよ。さあ、さあ、量的にもなんかちょっといい、いい感じ。うん、おお、はい、はい、できました。はい、初手そば、ドン。ありがとうございます。はい、完成。よし、えい、おいしそう、楽しみだ、うん、完成しました。イエーイ。この瞬間が、はい、いよいよもう光る。あれだけ大変な思いしてさ、もう子供ですよね。欲しいだろ。欲しいです。もう愛着しか湧いてない。でも、あいつも見たら分かるわ。もうその太さでも愛着がある。心して、いただきます。いや、まさかの、ね、昨日ありましたね。まさかのあの、フォアから突っ込んでもらいたかった。マスクって言うそばだけ、そばだけ、ね、ますもうね、瞬間来る、瞬間そばいきます、うん、
もうあれだよ、何も言えねえ。何も言えねえ。あら、来ました。泳いでます。ゴールして、うん、何も言えない。もう優勝して、言えねえって。めっちゃうまい。その時めっちゃうまい。うん。めっちゃうまい。じゃあ、チーズいきます。初打ちの。初打ちの。じゃあもうこの、ね、じゃあこの僕があの愛着の湧いてるこの一番太い子でいきたいと思います。それではいただきます。やましくかわいいかわいいかわいい。愛着湧いたやつは先にいっちゃいますね、うん、この子、うん、いただきます。うん、すごい、ツンクだ。香りが違う。もう、うん、鼻から抜けるこのそばの、うん、もう素敵に爽やかな、うん、香り、うんうん、かわいいですね、うん、我が子のそばが可愛いことあります、皆さん。ないですか、うん、たっぷりいって、たっぷりいって、たっぷりいきますよ、うん、よっしゃ、よっしゃ、うん、もううまい、うん、食べ方もうまい。うん、美味しいです。うまいだろ。全然うまいです。まああのちょっと池森さんってさ、割と日本中食べてきたの。あ、はい、そうするとあのさっき先生みたいな気候、うん、それは本当にあって、うん、もう俺初めて来たじゃない、この日本、もう日本一のそば産地に初めて来て、うん、食べて同じ景色だった、うん、そうだから気候なんだよ。東北はね、東北である、はい、この東北のなんか世界観、うん、で信州も信州でもうそれも本当に同じ構成っていうか、まあ、細かく分かる、分かれる違うんだけど、大きなね、はい、なんかタイトルは一緒なの、はい、それ関西も九州も見事にこの亀川に近いの、うん、だ天地人だよ、天地人、天地人、天、天地と天地人、うん、これもワインの世界でよく言われるんだけど、毎年ほら同じワインできないわけよ、はい、天候も違うでしょ、で 地の状況も違うでしょ、最後は人、さっきほら水の量とかさ、だって季節によって違うんだもんね、はい、季節によって、うん、それが最後はその天と地の環境をそのまま受けた上で人がそれを差し切りまとめるんです。おい、なんだったらいいこと言ってない？すごいいいこと言ってた。いや、今日本当にいい体験だったけどね。もう本当先生たちが、もう最高。ありがとうございました。ありがとうございました。感動的なそばでした。とうとう、とうとう、この日本の、一応誇るそば街道を巡り、最後、はい、最後のロケ地が、標津市。標津市にやってまいりました。なんとここでお蕎麦屋さんを開いている方、千葉県の出身だそうで、まああれですよ、あの池森と同じように全国の蕎麦を食べ歩いて、それで自分お蕎麦やるのはもうここだと。ちょっとすごくない？この環境で千葉の人がこのもうこの厳しい北国で蕎麦屋を開いたということで、そこに最後の取材に行って、はい、そして究極の蕎麦をいただくということで、はいはい、まずもう大将にね、はい、どうしてここなのかとそれも聞きに行きたいと思います、はい、最後のロケ地、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら純真の店主山崎純二さんです。よろしくお願いします。イエーイ。雰囲気がおしゃれですね、うん、ちょっとカフェというかバル的な、そばバル、はい、はい、そうですね、なんかバルでしょ、バルボーイ、はい、みたいなこんな感じでされてる、うん、のそばを食べ歩いて、この標津市太郎町のそば粉に惚れ込んで、うん、あららこちらでそば屋を開くっていう、あららら、はい、
わー、出ましたピリ辛の映画、つけそばでございます。ピリ辛系大好きですわ。まず池森さんのは、細麺です、これ二八です、二八そばになっております。なるほど。僕のが太麺です。太いですよ。さっきはな、ヒカルが打ったのには負けるけどな。負けます。僕よりは、ちょっと細いかなっていう感じですけど、うん、じゃあまず池森さんは。いいですか。いますか。では、こぼして。はい。いただきます。わ、天かすも入ってる。天かすついてますね。はい。はい、うまい。はい、うまい。はい、うまい。これは、ちょっと、赤坂店で真似ちゃいますよ、はい、あ、どうぞお願いします。めっちゃうまい。めっちゃうまい。あれ、まあまあお腹いっぱいだろ今。まあそうですね、たくさん食べてきてますからね、うん、今日もね。まあまあお腹いっぱいなのに、はい、ちょっと今もう忘れてるね。いけちゃう。いけちゃう、本当にいけちゃう。いけちゃう。うまい。ありがとうございます。しゃしゃ、うん、あら、もう香りがいいですからね、うん、しっかり。はい、いってらっしゃい。いきます。はい、うまい。うまい。うわ、うわ、本当に来てよかったです。はい、はい、もうあの、何でも何でもやるんですよ、プロデューサーずっと言ってます、ね、ずっと言ってます。最初、俺運転手かと思った。ドライバーさんだと思った。ええ、そしてカメラは回すし、はい、こんなこと詳しいし、うん、本当にね、読んでいただきました。ありがとうございます。俺のスパライブラリーはもう深くなった。深くなった。深くなった。もう普通にうまいんだけど、あのなんか、この普通に食べてるの撮ってるの面白いな。ちゃんと伝わってます。そう、しっかり伝わってますから。うん、やっぱりこのいろいろ食べ歩いた中での、うん、この一番良かったのをもう詰め合わせた、うん、アベンジャーズなんですよ。アベンジャーズ。アベンジャーズがいるから、うん、やっぱり最強なんですよ、ね、うん、最強だね。しかもこうなんか夢があっていいじゃん。夢があって、アベンジャーズ。アベンジャーズ、もう男子はもうスーパーヒーローも大好きじゃん。好き好きですよ。大好き。大好き。うん。アイアンマンだったら初めて見たってひっくり返ったもんね。自分がこう、そういうことある、そうです、そういうことあるんだっていうさ、はい、自分があのアクションの中でさ、そうですね、自分が飛んじゃうんだよ。アイアンマンがリーダーです。アイアンマンも、アイアンマン最強、この、これ、ドラゴンボール世代だから、はい、もう、悟空の次、アイアンマン。飛びましたよ。そんなに飛びましたよ。悟空とアイアンマン、俺の中のヒーロー。信州戸隠池森様赤坂店、いや巡り合いの旅本当に素晴らしかったです。そしてあの息子同様、まあ、あ、逆光か、もう光の父が俺 の, あの親友の先輩、一個先輩ね。だから光のパパは俺、まあ、もう同じ年ですよほぼ。いや、そんな光の本当に若いのにあの視界力もありね、本当にいい旅になりましたよ。ちょっとあのまあちょっと光るなりのあのこの旅の思い出をちょっとこのあの私の番組でちょっと語ってくれる？もちろんです。いや本当まず最初にもう池森さんと初めてお会いするんですけど、いや本当に親しみやすい。なんか僕があの YouTube で僕が大好きなあの君がいない夏とかをライブで歌ってる映像とかを見てたので、いやどんな人なんだろうみたいな思ってたんですけど、親しみやすすぎてもう僕は常にロケ楽しかった。さらにこのそば、そばの愛もひしひしと伝わってきたし、美味しい日中池森そばをね、ごちそうになったので、いやこれはうまかったな。うますぎた。やっぱりうますぎた、うん、いやとにかくこの辺の地域のやっぱりそばブランドをまあ本当にね、なんとかして広めたいという使命にね、北
すごいな。うん、まあ、ヒカラ基本的に北海道拠点に活躍してるんだけど、まあ、あの次確実に、スターの階段に登る人ですから、ちょっと皆さん要チェックしておいてください。まあ、本当に大変、まあ、身になる素晴らしい、2泊3日の旅でございました。まあ、皆さんにもね、この番組を楽しんでいただければと思います。信州戸隠池森そば赤坂店、また次の動画で閉店、さよなら。